はい、皆さんこんにちは、どうもガチーモです。今回からですね、バイオショックインフィニットを実況していきたいと思います。まあ、これはね、ちょっと前っていうか、今年発売したんかな、いやこれね、やってみたかったんですよ。ということでやっていきましょう。 OK、 いくぜ。ノーマル、まあイージーでいいかな。まあ、いつも通りね、グダグダになってもあれなんで、まあ、今回も、まあ、15分から20分ぐらいでね、パートを区切っていきたいと思います。では楽しんでいきましょう。バイオショックインフィニット。部下、神が怖くないの？俺は君が恐ろしいよ。かっけえ。俺は君が恐ろしいよ。かっこよすぎるだろ。予備知識なんもないんで、本当楽しみですね。ずっと座ってるつもりなのか？他にどうするの？立つの？そうじゃない、古軍だ。古軍？考えてもみなかったわ。つまり面倒は全部俺任せだと？まさか。でも古軍はあなたの仕事よ。それはどうして？あなたが行くって言ったら。主人公はブッカーっていう人やね。私は興味ないってはっきり言ったはず。コグロが？それはいい運動よ。じゃあ なんかあるぞ。あの飛行実験のことよ。あとどれくらいかかる？人はめっちゃリアルなんだけど。心で挑戦するものじゃないか。でも成功の見込みがなければ挑戦しない。ボートの話に戻ろう。マグナムか。壊なければ永遠につかない。いや、少しは手伝ってもらえたら助かるんだけどな。後ろの人に頼んだら？私よりもあそこに行きたいでしょうから。寒ー。それはそうだろうな。ごめんね。なぜ？ちょっと今寒くて。沈黙。思わず。ずっと沈黙してるからね。あ、そういうこと。服装が面白いな。カッパかこれ。着いたわ。着いたわ。よし。足場を登る。バイオショックシリーズさ、ワンツーはちょっと気持ち悪かったんだよね。はい、ここが待ち合わせ場所か。そのはずだけどな。こんなところに置き去りにされたら嫌ね。で、絶対置き去りにするつもりやろ。この灯台か。行ってみよう。ちょっとこちら辺行ってみるか。調べる。シルバーイーグル、なんだこれ。すべて取る。豆の缶詰。ちょっと何もわからないんですけども、なんか書いてあるぞ。ディットへ娘を連れてくれば借金は帳消しだ。これが最後のチャンスだと思う。こんにちは。誰かいないか。ブッカー・デュイットだ。デュイット、ここに呼ばれてきたんだ。ランチの犯した罪の何なんちゃらを極めん。な、誰かいないか。おい、おい、なんか書いてあるぞ。キャビネットを調べる。スウェットロン電話を使う。かからんぞ。用心せよ、奴が向かってきている。何としても止めるのだ。怖いなおい。なんだ、怖すぎるわおい。なんかおるぞおい。我々を失望させないように。これお金か。怖えな。ジャンプ力めっちゃあるね。
なるほど。左を1回、真ん中右を2回ずつ鳴らすんだ。おお、おお、おお。なに湧く。なんだ何がどうなっている。あ、下行くのか。あ、開いた。開いてない。何あれ。あ、開いた。お、椅子が出てきた。やれやれ、どうやらこの椅子に座ってほしいらしいな。これ絶対何か起きるだろう。おい、さてお次は。準備はよろしいですか。よろしいです。え、どうなってる。こいつはまずい。なんだこれ。おい、そう待たれ。おう、上昇します。え、上昇も脱出ポットじゃん。やめてくれ。1、くそ。おお、落ち着け、ブッカ。やばい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 。おう、顔が。うん、怖い。綺麗な、綺麗な街が。飛空艇。なんだこの幻想的な世界は。え、誰。おお、着いた。来た。これ綺麗すぎるだろおい。え、何がどうなっている。最初からすごい展開だな。来たぞ。おお、よーし、来た。体力ゲージが出てきたな、左上。綺麗だな。よし、行こう、夢の世界へ。町に入る方法を探せ。了解。ちょっとマウスの感じがちょっとなんか気持ち悪いな。トゥルンってなるね。ウェルカムセンター、なんか書いてある。そして我が体内で預言者の種が生まれる。どういうことだよ。なんか落ちてある。シルバーイーグル。何がどうなってんだ。ボックスフォン。レコーダーを再生。預言者を愛しなさい。なぜなら彼は罪人を愛するのだから。罪人を愛しなさい。
なぜならそれはあなた自身なのだから。罪人がいなければ。すまんが、ここはどこだ。天国、いや天国に一番近い場所かな。許しになる。うかつに質問なんかしたら正体がバレそうだ。え、どういうことだ。正体がバレてはいけない。あ、お金。今の発言からするとちょっと正体がバレてはいけないんだろうな。お金めっちゃ入ってんね。行こう。若干カクつくな、まあ、キャプチャーの関係か。なんこれ。そして毎年この日、我らはこの身をこの町に、そして預言者であるファーザーカムストックに捧げる。なんだこいつら。我らは犠牲と感謝と洗礼の水に身を浸すことによってそれを行うのである。そう、もし預言者が我らの敵をウンデッド・ニーで打ち倒したのは、眼下のソドムを許したとしても、人の輪に分け、どいてくれ。新入りというわけか。下のソドムから来たのか。初めて来た者はその身を清めねばならぬ。我らの預言者ファウンダーズ、そして主の前でな。俺は町に行きたいだけだ。町へ行くだと。町へ行きたいんだ。兄弟よ、洗礼の水で生まれ変わらない限りコロンビアに行くことはできんのだ。さあその身を清めたまえ。おい、そんな気はないぞ。兄弟。おい、お前らどんだけ見てきてんだよ。何語だお前たちは。みんな顔一緒やないか。これをやるか、ロケットまで引き返すか。洗礼を受ける。おい、預言者の名において、ファウンダーズの名において、主の名において、何時を洗礼。おお、コロンビアの胸の中で生まれ変わらせたまえ。どうだろう兄弟たちよ、まだ清められていないよ。おい大丈夫か。誰なんだ。娘を連れてくれば借金は帳消しだ。何の用だ。約束したはずだ。グリッド、このドアを開けるんだ。なんだと。いい加減にしろ。断る。いい加減しろ。あ、バチがどうなってんだ。おい、じゃあ何なんだ。あのエセ僧侶め、洗礼と拷問の違いも分かってないんじゃないのか。そのおかげで、これ扉開けた時の鍵と剣と巻物だね。フランクリンは黄金の鍵を授かり、コロンビアの像を探せ。どこよりも豊かな産業を得た。綺麗だな。もうちょっとなんかグラフィックの色をしようかな。こんぐらいかな。じゃあ明るすぎるとエンコードしたときにビットレートが足りずに飛ぶからな、いろいろ。これでもまだ明るいぞ。燃え盛る剣と天使の翼を持てデラウェア側を体現し、無知圧政と戦うものよ。剣により、書により、そして鍵により。アーメン。巡礼者ファーザージェファーソン、祈りを聞き届けたまえ。偶然や運などというものはなく、すべては神の導きであり、我々はそこに頂上の力を認めるのである。あなたの霊感と想像力は単なる科学を超越し、我らの目を神秘へと誘うものである。ファーザーフランクリン、祈りを聞き届けたまえ。ふむふむ。
町が空に浮かんでいるからといって賢い人間ばかりじゃないらしい。まあいい、娘を探すとしよう。娘を探しているのか。おおおお、すげえな、おい、なんだこりゃ。うわ、まるで天国じゃねえか。朝9時から11時までしか接続しないんだ。滝もあるんだが。よ、どう。うわ、お祝いにはうってつけの日だ。なんだここは。あの像なんていうか、この像は、見たの。ご婦人方、剣をかざしとる。ボックスポピュライって、そもそもボックスポピュライってどんな意味なの？ボックスポピュライ、確かラテン語で。ラテン語なんだてめえら。すごいぜ、すごい街だな。ちょっともうちょっとグラフィック落とす。何度も何度も本当にごめんね。明るさ変えたはずなのに。よし、戻る戻る戻る。こんぐらいかな。偉大なる都市のビジョン。A vision of a great city。 あ、こうやって全部教えてくれるんだ、視点を持ってくと。奇跡の子が誕生、コロンビアの未来は約束された。すげえなー。おお、よし、抽選での幸運を祈る。こういう日はどのイベントに足を運ぶ。警官なんだ。コロンビア抽選フェスティバルか。彼は剣においては強いが、鍵と書においてはやや弱い。お分かりかな。剣、鍵、書、それがこの町では重要なのか。お花はいかが？愛国少女連盟の募金活動ですの。また今度。愛国少女連盟ってなんかすごいな。気が変わったら戻ってきてね。へえ。あ、光ったぞ今。なんだこれは。洗礼の水に沈められる。顔を上げた時、男は別の人間として生まれ変わっている。しかし水に浸かったままでいるあの男は一体誰なのだ。おそらく罪人であり、同時に聖人でもあるだろう。我らが予言したファーザーハムストック。